敵は全部倒したが、ユイはあの塔の中か。でもキリト君、あの扉は破壊不能オブジェクトなら、あいつから開け方を聞き出すだけだ。そろそろか、我が最強のしもべ降臨せり。知れないな。しかしこの威圧感は異常だ。おそらく生半可なパラメータ設定はされていないだろう。この強さはエネミー、しかもレジェンド級のエネミーに近いものを感じる。エネミー？レジェンド級？だがデザインに違和感がある。この世界のものとも思えないが、我々の世界のそれとも異なる。我々の世界などと語り合っている暇はやはりないようだな。気づかれた。妖精たち、ここは一旦引くべきだ。でもユイちゃんが。アスナ、俺の気持ちは同じだ。ユイがどうなったのか知りたい。どうにかして助けたい。だがこの異常事態の中で無謀なバトルをしてキルされてしまうことが今一番のリスクだと思う。ここは一旦撤退しよう。キリト君、ユイちゃんを見捨てるの？うん、ごめん。そうだよね。それが冷静な正しい判断だと思う。二人とも急げ、攻撃が来るぞ。ああ、必ず迎えに来るからね、ユイちゃん。ペルソナバベル、どんな理由があったとしても俺はお前からユイを救い出す。ここは草原か。ふむ、どうやらあの荒野のフィールドから押し出されてしまったようだな。これはどういうことだ。スバルトエリアの景色が変わってる。このデザイン、風化ステージへの変遷か。風化？変遷？あんたの言葉には本当に聞き慣れない用語が多いな。どこか落ち着けるところで洗いざらい話すとしよう。そうだね。
リーズだ。リーズ、二人とも案の定まだログアウトしてなかったのね。で、そのメカメカしい人何？なあ、こいつは。待て、この姿のままだと何かと都合が悪そうだ。この操作で確か。うわ！人がアバターになった。どうやらこの世界ではデュエルアバターが鎧の扱いのようだ。それを脱ぐことでダミーアバターに変更できるらしいな。この姿の時は私のことを、そうだな、ロッタとでも呼んでくれ。ああ、どうせなら仮面も取ればいいのに。あんた絶対美人だと思うわね、アスナ。アスナ、どうしたの？ごめん、ちょっと色々あって。そのあたりの説明は町に戻ってからにしよう。まあ戻れたらの話だが。それなら大丈夫。そこの天衣門からクーとラインには戻れるわ。ラインにだけだけどね。何？あのログアウトのアラート以降そうなっちゃったみたい。私はどうしてもログアウトする気になれなくて、少し様子を見て回ってたのよ。これもペルスノバベルの仕業ってことか。だろうな。ん？まあいいわ、町に戻りましょう。エギルもログアウトせずに残ってたわ。そうか。街の様子もだいぶ様変わりしてるな。ええ、ついさっき一気に形状が変わっていったわ。街にプレイヤーが結構いる。みんなまだ残ってるんだね。リーファたちもまだだいぶ中かも。おう、やっぱりログアウトしてなかったな、お前たち。エギル、お前の顔を見るとなんだか少し安心するよ。俺はそんな癒しキャラじゃねえぞ、うん、こいつ妖精アバターではないようだが。ああ、とりあえず俺たちの方から状況を話そう。ユイちゃんが？ユイちゃんは高度な AI を持つとはいえ NPC だ。大掛かりなクエストの一環なのかもしれない。最初はそういう可能性も考えたが、まずありえない。スバルトエリアの荒野に突如出現したあの巨大な塔、そして正体不明のアバターと協力モブ、閉じ込められたユイちゃん、それに変わり始めたフィールドの景観も全部あの人の仕業なんだよね、きっと。まだ全部がそうと決まったわけじゃないかな。だがこれだけは確実だ。あのペルソナ・バベルという仮面の女は何かを企んでいる。その目的の一つとしてユイを封印したんだ。俺たちはペルソナ・バベルの野望を知り、ユイを助け出す必要があるんだ。だな。やっぱ残っといて正解だったわね。じゃあ続けてブラック・ロータス、いやロッタ、君の話を聞かせてもらえるか。ああ、